てありがとう。3人ともすごく強いんだね。私はファラ、この先のノチート村から来たんだ。俺はカラタ、こっちはミゼラとビシャス。君も強いね、びっくりしちゃったよ。つうか、ノチート村って今俺らが向かってるとこじゃん。え、村に行くところなの？うん、俺たち旅の途中なんだけど、いろいろ必要なものが足りなくて村で分けてもらおうと思ってるんだ。特に調味料。ああ、それはちょっと今は難しいかも。ノチート村は農業が盛んな豊かな村なんだけど、去年はだいぶ天候が荒れちゃったから作物に恵まれなくて。そっか、そんなに大変なんじゃ物を分けてもらうなんてできそうにないね。うん、残念だけど。それにね、別の意味でも今はやっぱり村に近づかない方がいいかな。不作のせいでお金も食べるものもなくて、村のみんな今すごくイライラしちゃってるの。しかもね、山を2つ越えた先に同じように農業が盛んな村があるんだけど、そっちは天候に恵まれてむしろ今年は豊作だったみたいなの。そのせいで余計にみんなピリピリしちゃって悲しいよね。そんな風に人を恨んで怒ったって何にもならないのに。そうだね。あ、私も急いでるんだった。ごめんね、カナタ、もう行かなきゃ。いろいろ教えてくれてありがとう、ファラ。一人で大丈夫？うん、さっきは油断しただけだから、行ける行ける。もしそれでも村に行くなら私の幼馴染を頼ってみて。ちょっと面倒くさがりだけど、なんだかんだでやってくれるから。それじゃあね、カナタ、ミゼラ、ビシャス、旅の無事を祈ってるよ。あ、ちょ、幼馴染さんの名前言っちゃった。慌ただしい女だったな。カナタ、これからどうするの？このまま村行くに決まってんだろ。ふさぐっつっても金や酒ぐらい奪えばあるだろうしよ。山を2つ越えた先にも村があるのか。そこまで行くのはちょっと遠いな。それに迷ってんだったら理屈じゃなく心で決めちまえよ。お前はどうしたいんだ、カナタ。やっぱりこのまま村に行こう。困ってる人がいっぱいいるなら助けてあげなきゃ。うん、カナタらしいね。んじゃ、さっさと行こうぜ。私の使命を果たそう。最後、気を抜かないで。あ、力が満ちたぞ。始まりの力、手の内に我がしるべとなり、こじ開けろ。スプリームエレメンツ。終わったわね。